一般向けの選択肢は 2.0L ハイブリッドのみ25年目の大変身と分かりにスタイリッシュでスポーティーな雰囲気となった新型プリウスが注目を集めていますハイブリッドの象徴とも言えるプリウスですが新型では単なるエコカーではなく所有満足度を満たすような車を目指したというのが大きな変革のポイント 電動化トレンドが進む中、もはやハイブリッドというだけでは、環境イメージにつながらないのも事実で、プリウスがハイブリッド専用車である限り、こうした方向転換は必然だったのかもしれません。さて、新型プリウスのハイブリッドシステムは、従来モデルのブラッシュアップといえる 1.8L 版と、 次世代型の 2.0L 版の2つが用意されています。ただし、一般ユーザーが新型プリウスを買おうと思うと、2.0L ハイブリッドしか選択肢にならないでしょう。なぜなら日本向けのラインナップにおいて、1.8L ハイブリッドを積んでいるのは、サブスクリプションサービス、金と専用車である U グレードと、 ビジネス向けの X グレードだけになるからです。サブスクリプションを利用するのも実質的には購入と変わらないとは言えますが、特にベテランドライバーにとっては割高に感じる部分もあるようですし、ビジネス向けグレードはトヨタの公式ホームページでも別扱いとなっていて、普通に検索していると見逃してしまいそうです。 ビジネス向け X グレードの安さが際立つ 2.0L ハイブリッドを搭載するのは上級版が Z グレードエントリーモデルが G グレードとなっていますまとめると現時点でサブスクやビジネスモデルを含む新型プリウスは全4グレードの展開と言えますメーカー希望小売価格は次のようになります 一般向け 2.0L ハイブリッド Z370 万円 G320 万円金と専用 1.8L ハイブリッド U299 万円参考価格ビジネス向け 1.8L ハイブリッド X275 万円こうして比べてみるとビジネス向けの X グレードは かなりお安くなっていることがわかります。しかし、さすがトヨタだと思うのは X グレードが、決して安かろう、悪かろうになっていないことです。サイレンカでも先進安全装備は標準、燃費も3 0トルパーリットル台、昼夜の歩行者や自転車を検知するプリクラッシュセーフティーシステムや、全車速追従型のクルーズコントロール、 ドライバー異常時対応システムといった基本的な先進安全装備については、X グレードを含む全車に標準装備となっています。他のグレードにはディスプレイオーディオが標準で、X グレードはオーディオレスというのは装備差として気になるところですが、スマホをナビ代わりにするのでカーナビカーオーディオは、 不要と割り切れるのであればオーディオレスでも十分と言えます。さらに注目したいのは燃費性能です。Z グレード、G グレードが搭載する 2.0L ハイブリッドは、スポーティーな走りが楽しめるパワーユニットと好評ですが、排気量が大きくなっていることや19インチタイヤを、標準装備したことなどから WLTC モード燃費は、 28.6km パーリットルとプリウスという名前に期待するほど、優れているわけではありません。一方、1.8L ハイブリッドの U グレードや X グレードは、タイヤが17インチということもあって、WLTC モード燃費は 32.6km パーリットルとなっています。実用性重視で新型プリウスを検討するのであれば、 あえてビジネス向けとされている X グレードを選ぶのも悪くないでしょう。最大の難点はボディカラーが2色しか選べないこと。ただし X グレードのウィークポイントはボディカラーの選択肢が2色。スーパーホワイトにシルバーメタリックしかないことです。こうしたボディカラー設定となっているのはビジネス向けの営業者ユースを考えたときには 最適解と言えるのかもしれません。とはいえ、新型プリウスはカラフルなボディー色が用意され、それが似合うスタイリングになっているのも魅力ですから、ホワイトとシルバーしか選べないというのは残念ポイントと言えます。どのグレードを選ぶにしてもボディカラーは、無難なホワイトかシルバーを選ぶつもり、 というユーザーにとっては X グレードには目立った欠点がないどころか、新型プリウスの中で最も燃費性能とコスパに優れたグレードとして、積極的に選びたくなると言えそうです。